リアです。ユサです。メイです。ピンク、ナテ、ティ、ビン、始まるよ。はい、本日はなんだか皆さん見慣れない場所にいますね。かわいい、かわいいですね。かわいい、はい、かわっちい。なんと今日はおとまりにします。イエーイ。おとまりってどういうこと？どういうこと？って感じですよね。うんうん。なんと今回ピンクライト TV 史上初のおとまり企画になってます。っていうか、ピンクラテ修学旅行というか、なんていうかって感じなんですけど、今日はピンクラテ TV メンバーでおとまり会となってます。そうなんですよ。マリアちゃんとかずっと興奮してね、楽しい楽しみって言って、あの、騒がしかったんですけど、ね、楽しい。で、今日はおとまり会ということなので、おとまり会ならではの企画とか、何なりしたいと思うんですけど、やりたい企画とかありますか？ルーティーンとか。あ、ルーティーンね。3人だとね、またちょっといつもと違う感じになったりするしね。パーティー、パーティー、パーティー、お菓子とかね。いっぱい食べたい。はい、なのでこの次の動画から私たちのお泊まりの様子とか、お泊まりならではの企画とかの動画が続々と上がるということで、皆さんぜひチェックしてくださいね。私たちもめちゃくちゃ楽しむ準備ができてるので、楽しみに送りたいと思います。イエーイ。はい、それではまた次の動画から絶対チェックしてくれよな。な、な。もしこの動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、通知をよろしくお願いします。バイバイ。パスワード。ちょっとしたいのぐらい入れてくれ。かわいいよ、ちゃんと。大丈夫だよ。Wi-Fi。Wi-Fi。これで何撮ってるんですか？記録用です。記録か。うん。修学旅行だからね。やばい、めっちゃ楽しい。もう楽しい？すでに。よかった。すいた。ね。オーケー。ありがとう。今日の私の顔は、はい、どうですか？可愛いですよ。ありがとうございます。さっきなんか部屋を収めようと思って動画撮ったら、うんうん、ゆず座ってたんですね、うん、でこれ何よって聞かれたから、うん、ママに送るよって言ったら、うん、ママちゃんこんにちは、ゆずの今日の顔どうですか？感想待ってます。やばい、見て、やばいよ。え、おお、なんで顔流した？流れてる。いいじゃん、いいじゃん。かわいい。